はい、えー、それではあ今日も「小山和信文明論を語る」ということで、えー、文明の諸説について検討していきますさあ今日はあアルビン・トフラーをちょっとお研究してみましょう、えー、これ一時期大変流行しましたね、えーまあ、ベストセラーになった「第三の波」という本があります「えー、The Third Wave」 というですね、これが1980年,、ねまあ、19年ですからもう今からですねもう40年も経ってるわけですけど、まあ、その割にはこの本はやっぱり先駆的な本だったと思います、ね、このアルビン・トフラというのは大したもんですねでこの人はねあの経歴はねあの学者ではないんですよね結構ねあの実業界なんかにいた人なんですね。 でそれでこういう研究をしているというんで、まあ、非常にその何て言いますかねこう未来予測といったものを非常に直感的にそういうことを感じる人だったのかもしれません。でこれちょっとねトフラーの「第三の波」これをなぞりながら我々人類の文明の流れこれを復習してみましょう。でまず有志以来の狩猟採集生活。 これが約700万年前ですね大変古いですね。でね人類の発祥はいつ頃なのかというのはこれいろいろ諸説が今でもありますね。で例えばねいわゆるまあエンジ人ンと言われるようなそれからまあいわゆる霊長類に属するのはどの辺からなんだろうですね。まあアウストラロピテクスなんていうのは結構古いんですけどこれはもう あのエンジンからもう人類になった最初だとでアウストラルピテクスはでもね700万年よりもうちょっと新しいと思うんですけどねそれからあとはあのネアンデルタール人っていうのはもうこれはだいぶ新しくなってきましたよねでこれが大体いい300万年とか400万年とかねでその後にホモ・サピエンスっていうのが出てきてでこれもまあいわゆる人類。 で,す、ね、でこのホモ・サピエンスが我々の今の人類の直接の先祖なんだとこう言われているわけですけどねどうなんですかねこの辺はあのまあ生物の世界というよりはむしろもう考古学の世界かもしれませんね。で今あの武漢肺炎でねいろいろ言われてますけどこれもまあ沈拙というかあ私は聞いただけですから真偽の方では全く分かりませんが。 なんでその欧米人があんなに多いんだろうあの感染する人がねで比較的アジアは少ないのは何でなんだという時にまあこれだから分かりませんよ神秘のほどはねえだけれどもどうもネアンデルタール人の自伝子にはこれはあの感染しやすいんだなんて話をちょっと聞いたことありますけどね。 まあネアンデルタール人っていうのはヨーロッパのヨーロッパ大陸にいた種族ですからまああの根血しているとするとヨーロッパ系の人たちがネアンデルタール人の遺伝子を持っているというこういう話なんですがねまあいろんな説がありますよ。ただ分かっていることはあのネアンデルタール人っていうのはホモ・サピエンスがクロマニオン人なんかが出てくるとことですね急速に減るんですもう絶滅にに近い状態になります。 絶滅すするんですねこれなぜなんだろうってことなんですけどこれはね食べてたんじゃないいかう説が一つにあります殺して食べてたんじゃないか,い、ね、ないかだから急速に減ったと、うん、それからもう一つはまあ根血してあの急速にいなくなったとでいろんなことを言われてはまあねちょっとこれはあのこれからの考古学の,あの調査に委ねるより仕方ありませんがね でねまあ、この文明というのはもうその頃からだから起きてきたということで、えー、そのネアンデルタール人なんかもお墓のところに、まあ、あの死者を埋めた時にですねだから死者をお花で囲んでお祭りしていたことがあの忍ばれるんだとそういうことがまあ予測できるんだということで死者をお祭りするという。 ことをすでにやっていたようだとこういうような研究がありますねで。で、えー、まあその狩猟採集の生活がこの由氏以来続くわけです。で、最初の分業は男女の分業がまずあっただろうということは言われるわけですね、えー。男女の分業はあっただで、まあ女性は もちろんこれ子供産まなきゃならないし育てなきゃなりませんから、えー、そう年中年中中動き回るわけにはいかないという。でそうするとやっぱり動きが早いのは男の方でまあ狩猟はお,とおそらく男がやっていたんだろうで女性の方はまあ採集ですね、まあ、例えば木の実を取ってくるとか果物を取るとか、えー、あるいはまあ場合によっては魚を網で取るとかっていうようなこともあったかもしれません。それは比較的子供とか こ、あの、女性の仕事だったんじゃないか。で、集落は小規模であっただろうと言われてますね。あの、これ、あの、ジャレッドダイヤモンドっていう人がいますね。これは、あの、アメリカの、えっ、ー、と、この人はね。えー、あの。あ、あ、あの、大学はねフ、えー、フロリダじゃなくて、あっちのカリフォルニア大学ですね。彼は。ジャレッドダイヤモンドはカリフォルニア大学の先生ですけど。まあ、彼は、あの、歴史のものなんかも書いて、歴史のものはちょっとね、あの。 慰安婦のことを書いたのはあるんですがこれはちょっと読むに耐えない、えー、全く事実にできあの即してないひどいもんであの読むに値しないんですけどねこれはひどいですよこれはジャレッド・ダイモンド私はもうあれ読んであのジャレッド・ダイモンドはねあの生理科,科学者でもあるんですよ。 理科系の方の方でねそれからあの今言ったような考古学的な知見も広くてですねそれからあの疫病ねこれも今まさに武漢肺炎なんだけどそういう話そういうことをこう非常にダイナミックに展開して期待していたわけだけどねあのあの慰安婦の問題を寄せばいいんですよねあんまりね あの畑違いのことをやるのはねと思ってまあ私もそう言いながらいろんなことをやってるんだけどね、えー、まあそれは置いといてまあとにかくジャレダイモンドはあの例えばね銃病原菌鉄っていったようなのを書いてますね彼はあの西洋文明というものがいかにしてそのこう有色人種の文明を滅ぼしていったかと、えー、いうことを書いてますね。 その中で銃と疫病と鉄ということをこう言ってるわけです。まあ、この話はねまた別の時にやりましょう。ねそれ言ってると話がまたそれちゃうんでね。私の話はもそれたり飛んだり。えー、昔のお風呂の蓋が木でねよく逸れましたけどね。あれは私の話によく似てますね。それでね移動生活が中心だったろうということ。要するにこれは例えば獲物を取ったら。 いなくなりまますからまた獲物を求めて移動するそれから木の実なんかも木の実がなる時期っていうのはやっぱりずれがありますよねまあ大体秋に実るって言ったってでもね冬実るものもありますよみかんみたいにねそれから夏実る夏みかんみたいなねまあ夏みかんっていうのはもう実ってんだけどねた食べごとになるのが夏なわけですけどえそれから柿は秋になりますね,ね。 だから、やっぱり、こう。実っている時に合わせて。居住地を変えていたってことは、当然あり得るだろうということですよね。それから、気候に従った生活。まあ、これ、当たり前っちゃ当たり前かもしれないけど。例えばね。え雨季があるようなところは、雨季の時は、もう。あの。例えば。ええー。 高,高いところにいないと雨で流されちゃうとかそれから寒い冬があって降り込められちゃう雪になんていう場合はこれは、えー、獲物を蓄えておく必要があったろうとかっていうことですよね。であの雨が降ってれたら今日はあの無理だなと出てってもきっと取れないなとか、ね、で狩猟採集ってそうですね。 で狩猟採集生活なんていうとね、今言ったみたい何百万年も前にやってたことで、今我々には関係ないと思うかもしれませんが。これも違いますね。我々今でもやってますよ。狩猟採集生活。やっと。あれ小山先生って、そんな野蛮人だったろうなんて。ね。例えばね、一つであげます。釣り。あれどうですか。あれ狩猟採集でしょ。ね。なやってんですよ。今でも。それはね、あのこれじゃ、あの。 アルミントフルはそういう指摘してないんですけどね僕はこれあえてねあの自分の本で言ったんですよ間違わちゃいけないんですよやってるんですよ修了採集は,は木の採掘とかみかん狩りとかやってるんでしょまあ、っともあのみかん狩りはみかん園でやってるからねこれはもちろん農牧地区の流れで来てるわけだけど、うん、あの釣りなんて典型的漁業を見てくださいあれあの養殖してるのありますよもちろん今マグロまで養殖できるんだから だけど養殖して取っている魚のトン数あれ全体のトン数の何パーセントですか？1パーセントみたないですよ。市場最終なんです漁業は今でもね。はい。まあそれあとでまたその話はしますけどさあそれで1万年前に農牧畜文明への転換があったということですね。これどうですか？よく言いますよねあの我々の世界を人類発祥から ね、あるいは地球の誕生から1年1月1日から始めるとどうなるかなんてやってますよね。そうすると我々人類の発祥がでにもうあの12月31日なんだから、<laughs> 地球の発,発生が1月1日だとすると人類が生まれたのが12月31日のあのあの夕方の4時とか、なんとかみたいな話やよくやってますよね。まあ、そうですよ。まさにね。うん。 で今だからあのジュ愛の金が鳴る寸前に工業化社会になったみたいなねでゴーンとなって今のそういうねそのぐらい我々は今言ってみりゃ発達の程度というものはですねもう累積的に速度が増しているというふうによく言うわけですね。さあそれでね、えー、農牧畜文明に転換したこれが アルビン・トフラーの言う第一の波なんです、ね、1年前にこういう核心が起きたそれは集団生活で大規模集落ができるようになって定住生活をして季節や天候に従った生活をするようになったんだということを言うんですね。集団生活みみんなでするよみんななでですするるよよ雑草取りするよ それから、ね、牛だとか、ね、馬だとか買うのにみんなで協力して柵を作るんだ、ね、みんなで協力して干し草干すんだ、ね、で大集落で住めるようになったで、えー、狩猟採集の時に小集落じゃなきゃダメなのは分かりますよね大集落で追っかけましていなくなっちゃうんですよ。もうせいぜい多くても1 4四5人1家族か2家族ぐらいで獲物を追っかけます、ねで。人のいいるところ行かないんですよ 言ったらだって獲物取るのに競争になっちゃうからね。で、実際それだから争いもあったと思いますよ。同じ獲物をかけましてね。獲物に投げる槍人間の方を投げちゃったりってそういうことあったと思いますけどね。まあ、そういうことを繰り返して、結局あんまり寄り付かない。争うから物取ったりね。だから最終生活は小規模だったんじゃないかで、それが大規模になったのはみんなで農作業をやる。みんなで牧場経営やる。 そして定住生活するるようになる動かなくてよくなるでそうすると女性はこれ子供を産むのにいいですねだから人口は増えたんじゃないかと言われているんですで人口が増えたら増えた分でまた農作業をやって高地を増やしていく牧場を増やしていくそして生産性を上げていくということですね。そして季節天候に従った生活これは相変わらず続きますね。例えばねあの、まあ、これまた話が飛ぶけどあれどうですか カメハメ派だよなんかの時代の歌でねカメハメは雨が降ったらお休みでっていうのを歌があったよね雨が降ったら休んじゃうね。これはでもね農業の世界っていうのはねそれは当たり前だったんですよ今日こんな雨ひどいんじゃもうダメだって今日ね。それから逆に雨じゃなきゃダメでしょ田植えなんかふんないな今日はってふんないでどうするんですか田植えにできこないじゃないですかお 今日は降ってるぞとザザ降ってるよしあ、はいタワーやりますよってことでしょこれ天候に従った生活なんですね。こんな風がついてる時出て歩いてろくなことないよって家の中みんないようということです。これが農業生活の特徴なんだということ。で、えー、これがしばらく続くと今度は第二の波というのは来ます。これが工業文明への転換と言ってるんですね。 工業文明の転換これは大体300年前ねついこの間ですよね300年なんてこう考えてみるとねでこれは集団生活で大規模集落を作って定住生活をするこれ農業と変わりませんただ大きく違うのはここですね時刻に従った全天候型の生活になるんだということです。要するに これは大規模集落はもう農業の日じゃなくなってきます。大きい工場を作って、都市ができてきますね。もう農村から都市になって。くる多くの人間がいる。そして交通網が果たしてくる。ね。これが工業化社会ですから。ただ、その時どうですか。雨降ったらお休みってわけいかないですよ。風が強いから休む。ありえないですね。これが工業化社会の常識なんですね。だから。 これまあトフラーも言ってるけどね、その人がい例えば価値ある生活をしているとか、あるいは勤勉だとか、これどういう尺度で測っているのかこれはね違うんだって言うんですよ。第一の波、第二の波、第三の波によって変わってくる。例えばねタイムカードを押すね、ちゃんとね雨が降ろうが晴れようが風が強かろうが弱かろうがちゃんと朝 8時にタイムカード押すっていうのが美徳とされるのが第二の波の時代なんです第三の波は違うんですよ風の強い時に外で出て田んぼたまえバカじゃねえのあいつって、ね、あのこんな風強い時お前種まいたらみんなどっか飛んでっちゃうじゃないかよあた頭おかしいんじゃないのかあいつはってなるね。こういうのはだから認められないんですねだからそういう時はもうね風強かったらうちでね それこそ藁でも編んでそういう仕事がいいんですよ。仕事というのはね、天気に合わせてやんな当たり前じゃねえかと思う。なんでこんな風雨ついて種まいてんだあのバカってね、なくなっちゃうじゃないか種がみんななんて怒られちゃうでこれ逆にね、第二の文明あの第二の波どうですか？工業化社会ね。はい工場あのスタートします八時ね。はいみんなねタイムカード揃って。 スイッチ入れるよ機械のみんな持ち場についたねって言った時に何人だあいつ来ないんだよ。ね、なんで来ない次の日昨日風強かったんだよね。もう来なくていいよお前会社。<laughs> って、ね。風強いと来ないの風強いと何電車飛ばして「いや風強くたって電車走ってまして」だったら乗ってくれゃいいじゃねえか。ね、これ通用しないのこれ。第二の社会の美徳は第一の社会の美徳とは違うんだということ。 さあそれから高度情報化社会これが第三の波ですねこれは約三十年前に始まったさあこう考えてくると我々すごい時代に生きているってことがわかりますねこれ第三の波が約大体三十年前ってことはさっき言ったようにトフラーがこの本出したのは四十年前ですからトフラーはこの第三の波が起こりつつある時に書いたですよね その邦画が見え始めた時に彼はこの本を書いたんだってことが分かりますね。さあじゃあ第三の波ってどんなになってたんだろうね。とこう書いた。ね。これなんか今思い当たりませんか今武漢肺炎のおかげでね遠隔的共同体になってますよね。 いちいち今会社行かなくて,いいてまあそうは言ってもねあのテレビのニュースなんか見るとあの結構ねあの通勤ラッシュなんかありますけどねだから3密を避けるなんて言いながらあの通勤はどうするんだといろいろ言われてるんだけどまあそれにしても一時期に比べれば今はそれほどでもないで遠隔作業はこれ増えてますねでも私ななんんかかみたいにその大学の仕事なんかね。 これはあの、まあ、文系ですから特に経済学部なんてもう遠隔操作できるわけですねこれやり始めて、まあ、最初はいろんな戸惑いもあるけども慣れてくると楽ですねいちいちもう大学行かなくていいんだからだから私は家が近いんであのいちいち家からあの大学の研究室に行ってそれでリモートでやってますけどね。 ででも楽ですよあのいちいち教室まで降りてってね晩食をやってやる必要もないしね、うん、で体がなまっちゃうっていう話もありますけどね。うん、でこれあの慣れてくるといいでこれで理科級の科目はちょっと違いますね。やっぱりほら実験がありますから、ね、目の前でもってこうはんだ付けやってごらんね、まあ、大学の授業でまさかはんだ付けどうか知りませんがいろいろやるでしょ。それから医学部なんかだったら解剖をやんなくしょうがないね。 これリモートで解剖できませんよねやっぱり実際やってみなくちゃっていうんでまあ限界はありますけれどもそうは言っても遠隔事業がまあ普通になってきたこれは会社の仕事もそうでねだからまあ私も会社の人とのやり取り今いろいろやってますけどこれなんかもねあのリモートで今会議やってますよ。と楽ですよだから行かなくていいんだからねいちいち。うん あの会社が銀座だからあの銀座来てくださいと銀座行かなきゃいけないんところがリモートだったら横浜でできますから向こうも仕様ですね。というんでねまあリモート飲み会なんていうのまでできましたけどね私もそれ経験してあの大学の同期会でねもうリモートでだ,ーだけどねリモート飲み会やるとあれね次の日が大変だということに気づきました、え。ー あのキーボーボドのといろいろ食ったり飲んだりしながらやってるからね、うん、なんかワインなんかこぼしたとこ赤くなってね、うん、なんかあのチーズのかけらかなんかあのあの文字の間に入っちゃって、ね、あれからやんなくなりましたけどね、うん、まあそういうようないろいろありますが、まあ、遠く離れてるところだっていいじゃないかと、ねまあ、これアルビントフラー言ってるんですよ。 例えばいいアイディアが出るんだったらなんで会議にね背広ネクタイで行って決まった時間にみんなが集まって会議しなきゃいけないのそうじゃなくて例えばですよ俺は自由な発想はねあの泳いだ後にねビーチで日向ぼっこしてる時に浮かびやすいんだっていう人がいたらね早い話がですよ、ね、今だとてでしょリモート授業できますよハワイからだって。まあ、ハワイ今いあのい行ったり来たりできないけどね。 だからハワイはまあ無理としてもさ、まあ、例えばどっか、まあ、あの沖縄でも行ってねビーチで横になってねよりもそうやできますよ。でいいアイディアさえ出せばいいんだそこでパソコンつないでねそういう時代になってくるっていうとこれから高,あの高度情報化社会のモラルは決まった時間に決まったところに集まるっていうことが美徳ではなくなるかもしれないって言ってるんですよちゃんとあいつは、ね、解禁症だよ。 ね、毎朝朝8時にね一回も遅刻ないでも新しいこと何にも考えてないバカじゃねえのそいつってねそういう時代が来る、ね、あいつは何だって会社になって年に56回しか顔見せてないよいいじゃない別に年中のっか遊びに行って遊びに行ってんだ自分の金で行ってんその代わりあいつ会議でいつも面白いこと言うねこの間もいつだったかなって、ね、パソコンつけたら後ろ なんだヤシの葉っぱがこんなんになって前なんだかビキニのお姉ちゃん歩いてるし何やってんだいつって思ったらすごいことを発表してあいつのアイデアでこれ私一つこれじなんか新しい製品市場できちゃったよ。何うういいで,でいちいちタイムカード押さなきゃいけないの というわけで時間を守る人と守らない人がいるときもちろん時間守る人はいいですよ時間約束しているのに来ないのなはとんでもない話でねうん困ったもんなんだけれどもですよ時間を守るということは美徳とされた時代はもしかすると今言ったように第二の波の時代の価値観だったかもしれないということなんですよねそうするとこれからはわってくるかもしれないね時間守るのあの人あのは守んな、ね、いこの人は守るうん それはまあ趣味の問題だねねなんて、ねうん、もちろんリモートでもね時間守らない困っちゃうけどね時間だって出てくるんだけど困るんだけど、まあ、あの実際ありますよね、まあ、沖縄の人は時間になんか非常におおらからそうで待ち合わせしても2時間ぐらい平気で送れるっていう話聞いたことあるんですけど本当か嘘か知りませんがねう、まあ、嘘だったらあのあ沖縄の人怒っちゃうんです,すいませんけどね、まあ、そういう話聞いたことあります。でそれはもしかするとお まあいわゆる第一の波の時代とかねそうだったと思うんですね。まあ夜が明けた頃集まろうよなんて話ですよね。うん、夜明けって言ったら今頃かななんてねそういう時代もあったでしょう。そうすると、えー、パンクチュアールであるとね寸分たがわずといったような考え方はこれは我々人類としてはね第二の波の時代だったんじゃない。はいそれからこれ、えー、と。 E.G. と書いてあるね。これ Example 例えばということですね。漁業や、えー、あまずこの米印のところを見てください。狩猟採集や農牧畜産業、工業がなくなるわけではない。これはさっき言ったことですよね。だから農牧畜が今なくなっちゃってるわけじゃないでしょ。いくら工業化社会だって言ったって人間がねあのボルトだのあのナットだのを食べて生きてくるわけないんだから。ちゃんと作ってますよお米とか麦とかね。 それからさっっき言ったように魚はこれ狩猟採集で取ってますねただ違うのは農牧畜革命から機械文明に転換した時に農牧畜を支えている機械これが物を言ってるでしょコンバインができたでしょねトラクターができたでしょそうですねこれが牧畜をやってるそれから機械もそうですね。 漁船ができましたねエンジンのついたモーターエンジンのついた漁業船がそれから網を巻き上げるのがモーターで巻き上げてますねこれが機械時代なんですさあ今はどうですか高度情報化社会になりましたねこれ例あげてます E.G. のところ見てください漁業や牧畜業農牧畜 漁業の様式が工業化、例えば機械化ですね。したり情報化、エレクトロニス化したりして、劇的な変化を遂げている。はい、一列でやげましょうね。今どうですか、漁船、みんな魚粉探知機積んでますよ。個人の乗ってる小さい漁船でも積んでます。私よくね、あの縁があってね。あの、えー、三島津軽の方ね、あの。ああ、津軽じゃない、すいません鶴がね、津軽じゃとんでもない、ね、津軽。 あの、すがるの、あの、とこですね。あの。静岡県ですね。すスガルの、とこですね。あ、えー、そこに、釣りに行ってきますね。時々、そうするとね。ちっちゃいね、あの、まあ、漁船。って言っても、まあ、クルーザーですよね。まあ、レジャー用の。魚群探知機、探知機、すんでんですよ。だからね。だいたい、あの、ほとんどの場合ね、あの、入れ食いしますよ。こう言って、あ、今、こう、アジ、多分。なんて言って入れて。 当たるんですよこれ。魚群探知機積んでんだからね。かサバが上がったりね。まいたいアジサバ多いですけどね。あの鰆ねあれは深いんですよね。深海までありますから。だから深いところやるといろんな面白いのがか,かるって言うんだけど、まあ魚群探知機はそんな深いところに行かないんですけどね。あの浅いところだけど、エレクトロニクス化時代の漁業なんですよ。エレクトロニクス化時代の漁業。 これは今やそういうい時代になっている、ね、それからあこれはあの漁業だってそうですよエレクトロニクスによって例えば今年は冷夏になるとか暖冬になるとかっていうのを知ることはできますねそれによって作付けを時期をずらしたり面積を変えたりできるわけです。これがエレクトロニクス化時代の農業なんですね。 はい、えー、というわけで、えー、今日はねちょっと文明のこの発展段階プロセスとしてトフラーを紹介しましたがね、えー、これね、えー、文明の変革についてねちょっと見てみましょうかねこれ今回ちょっといけるところまでいきましょう次のところちょっと開いていただけますかね。 はい今ね第一の波から第二の波第三の波っていう風うに映ってきましたよねこの文明の変革はどうして起きたんだろうかってことなんですねこれはねちょっとね私は重視すべき問題だと思うなんとなくやっぱり人類が進歩してきたんだろうね人類が進化してきたんだろうね頭が良くなってきたんだろうだから文明ができてきたんでしょうこれじゃあさっき言ったでしょ あ、さっきというよりも、まだ、前回というか、前々回という、ね。知性が文明を作った、というね、なんか、人間の実生活と知性を切り離して考えるような。二元論に陥ってやしないか、ということなんですよ。ね。なんで文明が変化したんですか。なんで、狩猟採集生活を何百万年も続けてきたんでしょう。なんで、一万年前から農業になったんですか。なんで、一万年前から牧場経営になったんですか。 人間がお利口さんになったからですかそうですかだとしたら人間の知性が文明を作ったんですねということは逆に言うと一年一万年前までどうしようもなくアホだったんですかね人間はね <laughs> 違うんですよねそうじゃないんじゃないかと私は思うね。でそれじゃなんで起きたんだでこれは今ここに書いてあるんですね、まあ、もちろん人間になって進化してだんだん離婚になっていとそれはそうですよそれは認めますよしかし それだけで全ては説明できるだろうかということですはい、ここに書いておきました星印のとこ見てください危機が文明の変革をもたらすということですね危機が変革をもたらしたということはどういうことなんだろう、はい、矢印のとこですね通常成功している意思決定は繰り返されると書いてありますこれはね、プログラム化これハーバート・サイモンハーバート・サイモンという人この人はね、1975年 だったたと思いますすねノーベル経済学賞賞を受賞した人です私があの大学生の時にサイモンの研究してた先生が私のゼミの担当教官だったんでねサイモンのことをよく勉強しましたけどでサイモンはねこのプログラム化でプログラム化って何のことかっていうとプログラムっていうのは皆さんご存知のようにね我々なじみ深いねプログラムっていうとあの運動会のねプログラムね 1>, 1番時予想2番玉転がし3番綱引きっていうあれ、ね、つまりねプログラムっていうのはももののの順序が書いてあるものを言うんですよだから例えば演劇のプログラムどうですかね花坂じいさんねっこきじいさんじいさんばっかり出すのはないと思いますけどねまあその順番書いてあるだから例えばプログラム コンピューターのプログラムはどうですかコンピューータのプログラムは足しなさい引きなさい割りなさいかけなさいという順序が書いてあるでしょ。例えば平均値を足すプログラムだったら要素を全部足しなさい要素数,数数えなさい足したものを要素数で割りなさいという順序が書いてあるそうすると平均値出るでしょ。つまり順序が書いてあるのがプログラムなんですよ。 ということはプログラム化されるっていうのはどういうことかというと順序がは,はっきりしちゃうってことなんです分かりやすく言うと例えばね、プログラム化された意思決定っていうのは例えば我々がやっている意思決定のほとんどはプログラム化されています駅に何時に行ってどの電車に乗ってどの駅に何時に降りてどう歩いて会社に何時に行くかこれ全部プログラムですよそうでしょ お店いいらっしゃいませ、ね、ちょっと今日少しあったかくなってきたからねちょっと春先の服でもね買おうかなってもうこんなオーバー着てちゃうなんだから少し軽めのオーバーあのあのコートでもってんで入、はい、ってあお客さん来ちゃったらどうしようどうしようなんて手にいませんよねいらっしゃいって言うでしょで何にしましょうかっていやこういうわけでねちょっと春めきのコートでもと思ってね そうですねこれなんかどうですかちょっと薄手で色はあの鮮やかな色ですよ」なんて「そうだねこういうなんかあんまり俺ボタンがいっぱいついてるんで好きじゃないあそうだったらこれなんかどうですか」ってこうやってね「これしようかなじゃあちょっとあのお試しに」ってんで着てみて「あいいね着た感じもね」「じゃあこれしようかなこれいくら?」って言ってあこれいくらですよ」あそれじゃあったかな」ってっ、ね、でこう包んで出してお釣り出してどうですかこれ。順番決まってでしょ入っててきた途端にお釣り渡しいいないよね 入ってきてき「いらっしゃい」って言って「何にします?」って聞いて着せて「いい」ってなったら値段行ってお金もらってお釣り渡すんでしょこれ順番決まってますね。一番「いらっしゃいます何にしますか?」決まったら「お金もらってお釣り渡す」こういうのをプログラム化された意思決定って言うんですよ。でプログラム化されてないっていうのはどういうのかというとどうやってらいいか分かんない例えば今の,あの武漢肺炎なんかもそうだねどうしたらいいんだこれ。 ね、自粛するって言ってるけど、ね、アルコール消毒がいいのかえうんどうなんだなんつってもう、あのー、あれですよ動いちゃいけねえ,えじゃあ家に家いいのかっつってだけどうち帰ってきた人にうつされちゃったって話があるようなんで、ね、どうしたらいいか分かんなくなってるというのはこれプログラム化されてないんでまだ、ね、アルコール消毒すんのがいいんだってじゃあ体の中からやっちゃえなんていっぱい飲んじゃったりなんかしてね、うん、これ何がいいんだよか分かってない。 さあ、そうするとここに書いたように成功している意思決定は繰り返されるんでしょ。ということは成功している意思決定は急速にプログラム化されるということなんですよ。これどういうことかというと、まあね分かりやすく言うと二匹目の土壌って話があるでしょ。ね土壌食べたいな、土壌取りに行こうかなね。うんどっかいねえかっていうんでこう探してたりと柳の木の枝がこうして 川に触っっててこうなる何だあれ枝のところに絡みついて土壌がぎょうさんいるねあそこにはねなんかあれは戯れてんじゃないのかな柳の葉っぱにああやって水の中で、ね、え何しろ柳の木の下にいたんだよねんで取ってくるいっぱいどうしたっていや今日こんな取れちゃっていやあの奥上登ってたとこあるとある柳の木がえあそこの枝がこうなってなってとあそこいるんだよ面白いんだよ あそうかなんて「じゃあよかったね」って食べてまたしばらくしてじょ土壌食べたくなって「こないだあそこ行ったからな取れたから行ってみようかな」って言ったらまた行ったあ集まってるよほらね枝のところに」ってうんでそれ集めて取ってほらあそこ行ったらまた取れたんだはいここで皆さん問題です。3回目に土壌が食べたくなった人はこの人どこに取りに行くでしょう ?1 番同じ川のもっと上流に行ってみる。 2番同じ柳の木の下に行く3番別の川を探しに行くどうですかどれだと思いますかなんて <laughs> これ普通2番だよねだって行ったらいたんでしょ2回続いたんだよこれ大成功3回目も行くでしょ普通だったらこれ行かない方がよっぽどアホだよね行ってみてねこの間ほどじゃねえなと言って取ってきているう,うちにいなくなっちゃったあら今日いないよ全然。 取り尽くしちゃったのかなこうなったら他の川行ってみようかいやもうちょっと上流行ってみりゃいるかな他探すよね上流行ったらいたつするそこでしばらくとっていよいよなくなったらもうしょうがないから遠くまで歩いて他の川を当たってみようかってことになるんじゃないんですかってことなんですよ。つまり成功した意思決定は繰り返されるんでしょ。はい、それでね 小学校の時ね社会科でどう習いました私結構よく覚えてんだけどねああいう小さい頃のことね。どうして人間は狩猟採集生活から農業生活に変わったんだ僕はね社会科の先生がこう言ったの覚えてるこれね社会の教科書にも書いてあったよ絵が書いてあってなんかねこう高床式の、ね、倉庫なんか書いてあったね絵に。でね人間はね最初は原始的でね 獣を追っかけたりしてきたしかしそのうちにね食べきれないものを、ね、しまうようにことを覚えた、ね、そして食べきれないものを貯めていくうちにねそれを植えて芽が生えることが分かったそしてそれを収穫して倉庫の中を作物でいっぱいにすることを覚える人が出てきてこういう人が人を使うようになってそこが階級社会の誕生だなんてことを言って。 だだったんだろうねきっとはその先生ね、うん、それ階級社会がそうやって人間が物をね取って食べてるうちはよかったけど取,り取ってね食べきれないものを貯めとくやつが出てきて貯めとくやつを植えてねたくさん収穫するやつが出てきてそういう人間が人を使って物を作るようになってそれが階級社会になっていったんだと言って原子共,共産性の終わりがこうやって訪れたみたいな話がこれは聞いた覚えがありますよ。ねえ。 そこで私皆さん考えてほしいんだよね食べきれないほどものが取れたのを取っておいたその取っておいたやつから芽が出てきた植えると生えるってことに気が付いて植え始めた本当これバカじゃないのそんなと思わないだってそうでしょ食べきれないほど取れんでしょなんでそんなのいいじゃねい取っとかなくたって別になんで毎いていちいち育てるんですよだってんでしょ取りに行きゃ。 食べきれなないいいほどいいけるじゃないですかそうじゃないんじゃないかと言ったのはジェレミー・ディフキンなんですここにエントロピーの法則と書いてある、ね、この本がまた面白い本なんですなうん。でこの「エントロピーの法則」でどういうことが書いてあるディフキンが言うにはそうじゃないんだもう徹底的に取り尽くしちゃって食べるものがない決定的な飢餓が来たに違いないと言ってる。 私はこっちの方が正しいと思うね。だってそうでしょなんで、取り切れないほど取る、取り、と、食べきれないやつを取っておいたのね。入ってきた。冗談じゃないよね。なんでいいじゃないか、その時はなって。いいですか。農業生活でよく考えてください。あれ、世話しなきゃいけないんだよ。雑草を取って。ね、あ、大きくなってきたって言うんで、世話、か、世話、手間暇かけて。ね、半年なり一年かけて、やっと収学するんですよ。牧場考えてください。あれ。 牧場に飼っておくためには、逃げてっちゃうしょうがないんだから。捕まえてきた動物を取り切れないほど取ったから、囲っといたんって、バカでしょ。そんなの。取り切れない、取れる、取り切れないほど取れる動物はいいじゃないですか。余ったやつ捨てときゃ。ね。また取りゃいいじゃないですか。なんで。わざわざ手間暇かけた、あんな延々とですよ。材木を切って。ね、縄で縛って。柵を作って囲わなきゃなんないんですか。獲物がいなくなっちゃったからじゃないの。ってことなんですよ。 どこを探してももういないんですよ。一匹もいない。どんどん餓死していくやっと一匹見つかった時ね。これ。食うなよ。取っとけ。ね。もう一匹見つかって。これお勤めですかもしれない。二匹飼っといてみなと子供できっから。ね、しばらく我慢するんだっ、ね、そう言ってどんどん餓死していくるわけです。おそらくその餓死した。まあ、人を食べてたでしょうね。おそらくね。で、そういう時期。だからね。 なこの、ね、700万年間ね、まあ、699万年と言ってもいいかもしれないけどね。でそういうその長い間続いてきた生活が一大変革をもたらしたということはそれなりに意味があると思うんですね。ということで今ね大地の波が、えー、訪れた時に決定的な危機があった危機があったんじゃないかという話までしました。 まあこれはねちょっとここを頭に入れてさっこのことが第二の波第三の波にも通用するのかどうか、ね、これをちょっと来,来週あのまた来次回以降ですね考えていきたいというふうに思います。さあ今日はちょっと途中になりましたけどここまでにしましょう。どうもありがとうございます。